よろしくお願いいたします。私からはまず3点お伝えをさせていただきます。1点目がハイチの地震被害に対する支援であります。13日朝日本時間にハイチにおいて発生した大規模な地震については依然として確実な情報はありませんが、極めて深刻な状況にあると認識しております。本14日我が国としては先方政府からの要請を受け、地震被災者に対する人道的観点及び我が国とハイチとの友好関係に鑑み、次の支援を行うことといたしました。当面の支援として500万ドルを上限とする緊急無償資金協力を行うこととしました。国連児童基金、ユニセフ、国連世界食糧計画 WFP などの国際機関と協力しながら支援を早急に実施する予定であります。加えて3000万円相当の緊急援助物資、テントなどの供与を行います。医療分野での支援などを念頭に現地での調査と調整を目的として、篠宮信孝ハイチ大使、ドミニカ共和国に駐在をしておりますが、を団長とし、外務省、防衛省および国際協力機構 JICA からなる緊急調査チームを本日中にも派遣する予定であります。改めて被災者の方々にお見舞い申し上げるともに、一日も早いハイチの復興を祈念いたします。2点目が APEC、 第4回 APEC の防災 CEO フォーラムの開催についてであります。阪神・淡路大震災15周年に合わせまして、1月18日から20日まで神戸にて第4回 APEC 防災 CEO フォーラムを開催します。今回のフォーラムは外務省、国連、地域開発センター、兵庫県、読売新聞社との共催で行われます。2010年は我が国が APEC 議長を務め、11月の横浜における首脳閣僚会議を頂点として、年間を通じて日本各地で APEC 関連会合を開催しますが、このフォーラムは今年におけるその第一弾にあたります。今回のフォーラムはアジア太平洋地域の防災担当責任者および国際機関の専門家等が一堂に会し、持続可能な発展に向けた都市と気候リスク管理をテーマに議論を行うものであります。3点目は第4回のフィアラックアジア中南米協力フォーラム外相会合の開催についてであります。すでに昨年岡田大臣が会見で発表しておりまして、12日付の報道発表にもある通りでありますが、土曜、日曜ですかね、16、17、2日間、第4回フィアラック、アジア中南米協力フォーラム外相会合を東京で開催いたします。この会合ではアジア中南米33カ国の参加を得て、環境持続可能な発展、国際的経済危機、格差是正などの社会問題などについて議論するとともに、今後の両地域の交流促進の方途についても議論する予定です。また同会合開催の機会を捉えまして、一昨年の7月以来となる日本とベトナムの協力委員会、日越協力委員会第3回会合や、14年ぶりとなる日本と中米外相会合を開催するとともに、フィアラックの中南米側調整国であるアルゼンチンや、月末に大統領訪日を控えたメキシコ、昨年来頻繁にハイレベルでの往来を行っている中国や、シャトル首脳外交等を通じて未来志向の関係を強化している韓国などとの間で2国間会談を行う予定です。そのほかインドネシア、コロンビア、タイ、パナマ、パラグアイ、フィリピンとの2国間会談も予定しておりまして、2国間関係強化について議論をしたいと考えております。私からは以上です。それではご質問のある方。共同の斉藤です。海上自衛隊によるインド洋でのですね、救援活動終了に関してですね、お伺いします。明日いっぱいで活動はご終了するわけですが、改めてですね、これまでの活動の成果をどうと受け止めるかですね、この点についてお伺いしたいと思います。で、同様に今回終了することによってですね、何らかのマイナス影響、デメリットというものはあるのかどうか、この点についてもコメントをお願いします。はい、この会場でのですね、給油支援と
ということでの、まあ、これまでの日本の取り組み、これは当初、まあ、アメリカを中心とした、給油あるいは給水、ということでですね、非常に成果を得たというふうに考えております。まあ、それが、まあ、今回、給油についての継続は打ち切りということになったわけですが、まあ、これはご承知のようにその給油先相手国の変化、まあ、主にパキスタンを中心とした、給油先というようなその、まあ、ニーズ自体のですね変化ということもあったということでの、まあ、今回、継続は打ち切るということにもなっているわけですが、まあ、国際社会での評価、特にまたアフガニスタンからの評価などをですね、得たということを評価をしたいというふうに思っております。またもちろん、その影響ということでありますけれども、まあ、これについてはパキスタンについて特に10億ドルのプレッジということを昨年約束をしておりますので、パキスタンについて特に、まあ、給油が仕切られたことの影響が、できるだけ、出ないような形、より積極的な支援をということに考えております。また関係国とのさまざまなこれまでの連絡とか協力ということがあったわけでありますので、そういった諸国との間のに対するですね、そういう諸国に対する、まあ、今回、打ち切るにあたっての、まあ、連絡、まあ、こういったものもしっかりと取りながら、明日の日を迎えるということだというふうに思います。まあまあ、私ども民主党として、まあ、これまで政府に対しては国会等でやはりその、まあ、給油先等のですねその説明責任の開示ということを求めてきた経緯があったわけでありますので、やはりまあこの度、まあ政権を担う立場に立ったわけでありますので、まあ、これは岡田外相が示しておりますような、国民の信頼というものがあって初めて外交の信頼というものがですね、あるいは外交の力というものが発揮できるという観点からは、できるだけその説明責任を果たすということをですね、しっかりとやっていくということかというふうに思っております。以上です。朝日新聞の東岡です。ハイチの地震の関係でお尋ねします。先ほど冒頭、なかなか情報がつかみにくい、状況にあるという話がありましたけれども、今の大使館のですね現状がどうなっているのか、おそらく建物も相当ダメージを受けているのではないかと思いますけれども、大使館の機能がどうなっているのか、やあるいは今、通信網が相当遮断されている状況のようですけれども、大使館と本省の連絡はどの程度行われていて、どのような情報のやり取りがあるのかについて教えてください。そうですね、先ほど申し上げました篠宮大使はドミニカに、駐在をしておりまして、まあ、ハイチの大使の、まあ、兼任というんですかね、兼官というような形で、まあ、ドミニカから陸路向かうというようなことは聞いております。また、現地との連絡について当初なかなか取りづらいという話を聞いておりまして、まあ、それがどの程度今普及をしているのかというのはちょっと私も定かではありませんが、今申し上げましたように、篠宮ハイチ大使を団長として今日にも、緊急調査チームを派遣するということでありますので、引き続き現地と緊密に連絡を取っていくということかと思います。副大臣すみません、NHK の梶原です。はい、
引き続きハイチの件なんですけれども、多少細かくなるんですが、3000万円相当の緊急援助物資というのは、テントの他に、どういったものをお考えになっているのかということと、あと今日にも緊急調査チームが、派遣されるようですけれども、何人ぐらいで今日何時ぐらいに行かれてですね、そして現地でどういうふうな、予定になっているのかというのを分かっている範囲でお願いします。はい、緊急援助物資は私の知るところテントなどというところで、ちょっとそれ以上の情報はちょっと私も持ち合わせておりません。また今の団の関係ですけれども、篠宮さんとあと現地の JICA の方は、現地でと、合流ということになりますので、日本からは外務省、それから防衛省、JICA2 名、6名ですけれども、そのうち今の2名の方、大使と JICA の方を除いた4名の方が、今日のですね、午後5時45分、成田発、ドミニカ共和国経由で、ということですね、ドミニカ共和国からは陸路配置に入るということであります。今日の5時45分、成田発ということであります。ニューヨーク経由で、ドミニカ共和国のサントドミンゴに、15日、日本時間ですかね、15日の23時50分に、到着予定であります。これは予定であります。他にご質問ありますか。G 通信の高橋です。先ほどの給油に関係してお伺いしたいんですけども、今の副大臣のお答えの中で、説明責任とかこれまでの国会審議のことに触れられてましたけども、イラク作戦に転用されてたんじゃないかとかいう疑惑が国会でも取り扱われたと思いますけども、今与党というか政権を取った立場で改めて調査するとかそういうことは考えているんでしょうか。ちょっとそこについては、これまで政府が私どもの求めに応じて、いろいろと国会対応されてきたところも、それはそれで我々もそれで、国会での審議をやってきたわけですので、ちょっと今にわかに、こういうふうにしますというような答えはちょっとできかねるところがあります。より、積極的に今取り組んでいるのが、アフガンに対する、50億ドル5年間での支援、そしてまたすぐさまこの補正予算も含めてですね、それが効果的に使われるようにといったところを中心に、今、取り組んでいるということだと思います。ご質問等ありますか。引き続き給油ですが、一つは今その50億ドルのですね、支援のお話ありましたけども、この50億ドルの支援以外にですね、その給油活動の、代替措置といいますか、また別の形での貢献策、今後何か考える予定があるかどうかということと、一部報道ではですね、その日本が、撤退した場合ですね、中国が、その代わりにですね、給油活動に入るのではないかとの、その報道も、散見されますが、そうした可能性の有無について、コメントをお願いします。必ずしも給油の代わりに、50億ドルということではないと、アフガニスタンに対するより効果的な支援、ということで、50億ドルを5年間でということでありますけれども、ですからそういった意味で給油に代わって何かといったことを、ここで、これですというところは具体的にはないわけであります。で、今のその報道には接しているところでありますし、かねてよりその話は、時々報道にあったというふうに思いますが、その、事実について、確認できておりませんので、コメントは控えたいというふうに思います。他にご質問ありますか。よろしいでしょうか。内容でしたら。はい、ありがとうございました。